6位ゼッケン10番虎吉一家所属の村上由美子選手です。おめでとうございます。続いて第5位ゼッケン4番ビクトリー所属寺田千恵子選手です。おめでとうございます。第4位ゼッケン7番ビクトリー所属小谷房子選手です。おめでとうございます。続いて第3位ゼッケン3番山中レミ選手 HRC クラブ三谷所属です。続いて第2位ゼッケン2番 HRC クラブタワークラフト所属児玉エリカ選手です。そして優勝はゼッケン1番総七音響ワイズベターチーム所属の西村彩選手です。おめでとうございます。プレゼンターはすでに引き続きで村岡市長に行っていただいております。じゃあぜひ市長前の方に、はいはい、では4位5位6位の選手の皆さんには先ほど同様アットブレインズジャパン様より洗浄剤そして RS 太一様よりソックスのプレゼント、贈呈がございます。皆様おめでとうございます。はい、おめでとうございます。では、シャンパンファイトをお願いします。おめでとうございます。あと1本、あと1本、おめでとうございます。控えめな感じでした。皆様どうぞ拍手をお願いいたします。今回の優勝西村彩選手にも一言お願いいたします。今日はちょっと、今までになく厳しい試合でした、いろいろ準備とかもしてきて練習もしてきたんですけどちょっと自分の体調管理ができなくてちょっと体調が悪かったっていうのもあるんですがそれ以上になんかやっぱり児玉選手とか山中選手がどん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 レベルを上げてきてるなっていうので、自分自身すごく危機を感じてもっと一生懸命頑張っていきたいと思います。また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。では皆様今一度盛大な拍手をお送りください。ではご講談ください、はい、また今後のご活躍をお祈りしております。5位ゼッケン53番チーム涙&ウィンド岩見修一選手です。おめでとうございます。続いて第4位ゼッケン10番チーム二次元中野義彦選手です。おめでとうございます。続いて第3位ゼッケン40番チームライドマジック所属小川翔選手です。おめでとうございます。続いて第2位ゼッケン49番チームライドマジック酒井翔選手です。おめでとうございます。そして栄えある優勝はゼッケン75番チームカシック所属池田力選手です。おめでとうございます。それではプレゼンターは引き続き村岡市長お願いいたします。先ほど同様にできたようです。
国際 B 級クラス上位3名によりますシャンパンファイトです。おめでとうございました。ではお願いします。飛ばせ。綺麗に飛びました。おめでとうございます。さあでは3選手にもお話を少し伺いたいと思います。今回優勝の池田選手、ベストクリーン賞も受賞されました。今回振り返っていかがでしたか？あまり満足のいく走りはできなかったです。満足いかないと言いながらも優勝でございます。どんなところが満足いきませんでした？まあ、一つのコースで1点1点1点って続いたのが良くなかったです。なるほど。じゃあ次に向けての課題目標は？わかんないです。わかんないですということです。まあ、今日はねこの戦いを終えたばかりですので、またね改めてゆっくりと次に向けて頑張っていただきたいと思います。では皆様今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。それが楽しいのあるね。ゼッケン42番チームインプス所属の徳丸孝之選手です。おめでとうございます。そして第5位ゼッケン4番 RHRC クラブ三谷村田真嗣選手です。おめでとうございます。そして第4位ゼッケン2番 HRC クラブパワークラフト&インプス徳丸慎吾選手です。おめでとうございます。そして第3位ゼッケン1番 ATJ レーシング&HRC クラブクルーズ小野隆選手です。おめでとうございます。はい、続いて第2位はゼッケン7番坂田翔太選手です。おめでとうございます。そして栄えある優勝はゼッケン3番ベルティゴウィズ三谷所属の武田義人選手です。おめでとうございます。また国際 A 級クラスのベストクリーン賞は今回優勝の武田義人選手となっております。限定20クリーン。太一様よりソックスが贈呈されております。準備大丈夫でしょうか？はい、では国際 A 級クラスの皆さんのシャンパンファイトです。お願いします。あー、飛ぶ飛ぶ、すごい。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。どうぞ皆さん盛大な拍手をお送りください。はい、皆さんお疲れ様でした。今回あのセクション見たときに結構好きな感じのセクションだったんですけど、ワンラップ目全然思うように走れなくて、だけど、まあ、ツーラップ目ちょっと盛り返せて、表彰台獲得できて本当良かったと思います。ありがとうございました。これからの目標は？まあ、まだあの2戦終わったばっかりなんで、まあ、これからも、表彰台乗れるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。そしておめでとうございました。この選手でした。さあでは第2位坂田選手、おめでとうございました。今日振り返ってみていかがでしたか？はい、今日は、ちょっと実力とは関係ない失敗があっていろんな人に怒られてるんですけど、ただあのベルティゴで1位にフィニッシュできたのがすごい良かったので、あの次はちょっと交代で僕は真ん中に行かせてもらおうと思います。もう挑戦が始まっているようです。はい、おめでとうございました。そして今回優勝の武田義人選手、ベストクリーン賞も獲得されております。振り返ってみていかがでしょう？皆さんお疲れ様でした。今日は1ラップ目から、自分の走りが結構できて、2ラップ目ちょっと崩れてしまったんですけど、次回から改善できるように頑張ります。もう反省点もしっかりとしていらっしゃるようです。次に向けての目標は？このまま優勝できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。
おめでとうございました。武田選手でした。では今一度どうぞ3選手へ盛大な拍手をお送りください。おめでとうございました。国際 A 級クラスの表彰でございました。8番チーム心ケアレーシング&ベータ藤原信也選手です。おめでとうございます。限定37クリーン11の成績となっております。続いて第5位ゼッケン4番ベルティゴウィズ三谷所属の柴田明選手です。おめでとうございます。柴田選手は限定25クリーン11となっております。続いて第4位ゼッケン5番総七音響ワイズベータチーム所属の小川剛選手です。おめでとうございます。小川剛選手限定23クリーン13となっております。続いて第3位はゼッケン2番チーム FWO ウィズ山ルーブ所属の野崎文孝選手です。おめでとうございます。野崎選手は限定19クリーン14という結果となっております。なお3位の野崎選手にはリノシよりコーラン60個アドブレインズジャパン様からの洗浄剤を送らせていただきます。主将からお願いいたします。なお4位から6位の選手につきましてはアドブレインズジャパン様からの洗浄剤を送らせていただいております。では続いて第2位はゼッケン1番チーム三谷ホンダ所属の小川智之選手です。おめでとうございます。小川智之選手限定11クリーン15となっております。小川智之選手にはエビの市より芋こぶたのバラエティセットそしてアドフレンズジャパン様からの洗浄剤を送らせていただきます。さあそしてすでにご登場いただいております。優勝者はゼッケン3番古山健一選手です。ヤマハファクトリーレーシングチーム所属です。減点11クリーン19逆転の優勝 SS での逆転優勝となっております。第1位の古山選手には海老野市から宮崎牛サーロインステーキ 200g 宮崎県自動車整備振興会様からケミカルセットアッドブレンズジャパン様からの洗浄剤宮崎日々シーフよろしいでしょうか。それでは皆さんご準備ください。シャンパンファイトです。ではお願いします。おめでとうございました。国際 A 級スーパークラスの皆さんでした。おめでとうございます。さあそれでは上位ですねです。今回振り返ってみていかがでしたか。今回の会場初めての会場だったんですけど結構セクションもハードに、見た時点では感じてたんですけど実際走ってみるとやっぱりワンミスが命取りとなるようなレースに展開になったのでその中でちょっと僕自身本当にワンミスで一気に順位が落ちてしまうという形だったのででもねすごい見応えもあって走り応えもあるセクションですごくいいレースだったなと思います。さあまだ第2戦です。今後目標いかがでしょう。ですねこれでちょっとランキングが、1位というアドバンテージを一気に、失ってしまったわけじゃないんですけど、1位ではなくなってしまったので、また常に、1位を目指して、最終的にはチャンピオンを目標に頑張りますのでまた応援よろしくお願いいたします。野崎文孝選手でした。おめでとうございました。では続いて第2位小川智之選手です。本日お疲れ様でした。おめでとうございました。振り返ってみていかがでしょう。応援ありがとうございました。
SS まで、もつれるという試合展開の中、まあ、自分はリードして挑んだんですけど、2つのセクションで1点1点ということで、栗山選手同点になってしまってクリーンスで負けるという、まあ、ちょっと悔しい試合終わりにはなりましたけど、まあ、ここ初めての会場で、まあ、コースも久しぶりに走り応えがあって、まあ、ライダーもすごい楽しかったし、スタッフもこうパドックとしてもすごい良かったので、すごくいい宮崎の大会になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今回見事 SS での逆転優勝となりました栗山選手です。おめでとうございました。全体振り返ってみていかがでしたか。ありがとうございました。まあ、僕自身ワンラップ目の点数が非常に、大きく、なってしまって、正直今日はもう3番に入るのが精一杯かなと思ったんですけども、2ラップ目に、まあ、一応本来の走りというか非常にいい走りができて、結果的に、まあ、小川選手が SS で1個ずつ足をついてくれたんで、まあ、これは僕の優勝というよりは小川さんからいただいた優勝だと思ってますので、ここで優勝ということで、まあ、これはくれぐれも 200g しかありませんので。200g 本当にありがとうございます。はい、今日は天気も良くて多分皆さんいい日になったと思います。トライアルシーズンこれからも、どんどん、大会がやってきますんで、多分九州からはちょっと遠いとは思いますけども、何か旅行のついでに、僕らの、まあ、全日本選手権含め茂木である世界選手権とかも観戦に来ていただけると非常にありがたいので、ぜひともこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。国際 A 級スーパークラス優勝は栗山選手、第2位小川選手、第3位野崎選手、以上3選手へ皆様今一度大きな拍手お願いいたします。おめでとうございました。ではご登壇ください。なお表彰式の終了後は国際 A 級スーパークラスの皆さんサイン会を行っていただけるということでございますので、ぜひ皆さんそのまままたお残りをいただけると大変ありがたいです。さあ以上をもちまして皆様大変暑い中表彰式までお残りご参加いただきましてありがとうございました。この場所八竹高原での初開催となりました全日本トライアルでございましたので、何かと皆様には不手際などもあったかもしれません。お許しください。